森花子は NHK のアナウンサー。千葉県いすみ市出身。三崎町立三崎中学校、木更津総合高等学校、茨城大学教育学部卒業。小学校1年生の時から地元の剣道クラブで剣道を始める。中学、高校時代には全国大会に出場した。大学3年生の時には第39回全日本女子。 学生剣道選手権大会で3位に入賞。2007年 NHK に入局。甲府放送局でデビュー。2008年11月、剣道の経験がある一般人男性と結婚。2009年に第一子となる息子を出産した。1年間の育児休暇を経て、2010年6月に甲府放送局への職場復帰を果たしたが、2ヶ月後の人事異動で、 ミッド局に移った。ミッド放送局への移動後は、茨城県向けの地域放送番組を担当する。一方で、NHK 放送センター制作の全国向け、テレビ番組でも随時進行役を務めた。2014年夏の定期移動で NHK 放送センターに移った。放送センター勤務時は家族を茨城県に残しての単身赴任だった。東京に転勤する際には、 水戸市から水戸大使を移植されている。2017年春の改編で2度目となる水戸放送局に移った。2018年12月に再び産休入りし、育児休職を経て2020年2月に復帰した。その後2021年春の改編でこちらも2度目となる NHK 放送センターに移った。星印は現在出演中。ありがとうございます。